this party started right. Let's get drunk and freaky fly. ここで最後にもう一度全部屋に登場していただきます。どうぞ。ありがとうございます。それではですね、今回早稲田コレクション2009を開催するにあたりご協力していただいた企業様を順不同でご紹介いたします。はい、まずは早稲コレモデルも身につけている10セカンドジュエリーを提供していただきました株式会社マルク様、現在口コミで大人気でですね、月9主演の水嶋博さん、堀北真希さんや山本裕介さんなど数多くの芸能人も愛用しています。はい、先ほどねモデルも私服の時着用していました。はい、今回は10セカンドと早稲コレの限定商品を発売することになりました。はい、詳しくは A4 のビラをご覧ください。そして参加賞としてモデル全員に美肌鑑定を提供していただきましたファンケル様、こちらの商品はですねファンケル様とバンダイ様のコラボレーションで誕生しました。女性に嬉しいお肌の調子が分かるという優れものですね。優れものですね。はい、はい、そんなファンケル様より優勝発表に先駆けまして美肌鑑定賞が贈られますということで。誰？美肌鑑定賞でしょうかね。ちょっと誰に贈られるんでしょうか。はい、皆さん誰だと思いますかね。これはね、僕らまだ誰か分かってないんですがね、はい、楽しみですね。はい、その他にもですね、骨盤ウォーカーベルトの株式会社グリーンネット様、どうぞ。はい、リーバイス様、青山商事様、ヒューレットパッカード様、 HIS 様、おしゃれな女の子向けのカードビオトープのジャックス様、ワーナーブラザーズ様、今ねステージ前でスタッフが配っている白いサンプリングバッグの中にですね、この冬ワーナー様から供給予定のフォースカインドという試写会のねチケットが入っています。チケット入ってますよ、試写会の。はい、またですねこのね僕らもやってもらったんですが、モデルさんのヘアメイクを担当していただきましたアフロードシェルハ様、はい、なんと今回これを見たと、わせこれを見たと言っていただければですね 10% オフになります。はい、ぜひね皆さん行ってください。ぜひね皆さん、こちらも詳しくはパンフレットを確認してください。はい、ということで美肌鑑定賞はですね、はい、エントリーナンバー3水谷優里さんに贈られるということで。水谷さんおめでとうございます。まだ優勝ではないですからね。はい、これは優勝では別ですけれども、はい、美肌ということで。はい、今じゃあ小島くんから。これ重いですね、すごい重い、すごい重いです。そうですよ。これ重いのでちょっとここに、すいません。そうですね、おめでとうございます。皆さん拍手お願いします。ということで最後に我々の団体早稲プロの代表高橋美香に登場していただきましょう。はい、どうぞ。はい、高橋さん挨拶をお願いします。はい、早稲田大学文学部3年の高橋美香です。本日は本当にたくさんの方にお集まりいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当にすごいですね、人ね。はい、本当銅像の奥の方まで人がいて、はい、すごいびっくりしてるんですけど、はい、本当今日のこのステージを迎えられたのはたくさんの運営スタッフの方々や放送研究会の方々のおかげだったと思います。本当に皆様ご協力どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、協力なしではできませんでした。はい、高橋さんもねサークルの代表として、はい、たくさん辛いことあったと思いますが、はい、一人でねみんなも支えましたが頑張ってくれました。はい、はい、どうですか、完成、ついに完成しましたけども。そうですね、はい、まあ、まだ優勝ペアがわからないので、まだまだ今投票期間中ですので、はい、まだ投票してない人はお近くのスタッフから QR コードもらって、もらってない人ですね。はい、もうあと残り30秒ほどになりました。はい、どうぞ。持っていない方ぜひ投票お願いします。横の方にでも借りてでもいいんでね、投票してください。 QR コード映してもらえばね。はい、後ろの方でね今スタッフも手を挙げて配ってくれてますんで、はい、よろしくお願いします。それではそろそろ投票終了になります。はい、それではカウントダウンします。はい、5、4、3、2、1。
動揺終了で す、はい、ありがとうございました。いやー終了しましたよ、ついに。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました、もうね、優勝は誰なんでしょうか。誰でしょう、皆さんね、投票してくださった方がきっと、はい、分かってらっしゃるんじゃないですか、ね、分かってらっしゃるんじゃないでしょうかね、はい、僕ですかね。お前か、はい、お前来ちゃうか。どのペアが優勝しても間違いないくらいね。 もしかしたら小島伊藤ペアという可能性もありますよね。ありますよね。ありえなくはない。総評欄に作っとけばよかったですね。僕も優勝したいです。小島くんはずっと優勝したいらしいですからね、はい、はい、もう社会に出たら優勝することって多分ないですね。もう優勝なんてこれ最後のチャンスですからね。多分皆さん学生のうちで最後ですよね、優勝のチャンスは。はい、そうですね。来年は MC もちょっと入れましょうか。はい、そうですね。おっと、おそろそろ結果が出たようです。結果出たようです。はい、皆さん注目してください。はい、結果はどうなるんでしょうか。あ、どうなるでしょう。小川くん来てください。はい、ありがとうございます。茶封筒に入れてね。茶封筒に入って丁寧に。はい、それでは高橋さん、はい、発表の方お願いします。はい、はい、それでは発表します。早稲田コネクション2009優勝ペアは、エントリーナンバー4番竹内ゆかさん、リー・ナンシーさんペアです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。前へどうぞ。はい、一歩前へ出てください。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ナンシーさん優勝です。おめでとうございます。花束の贈呈です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、優勝モデルの竹内さんにはですね、就職活動を頑張る学生を応援する洋服の青山様からエレガンスーツ賞として、就活フレッシャーズにと大活躍のエレガンスーツ一式とですね、洋服の青山タイアップページ内のコンテンツ、全国有名大学10校青山スーツスタイルへの出演権が贈られます。おめでとうございます。はい、株式会社ファンケル様よりどうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ファンケル様よりですね、スキンケアメイク商品一式が贈られます。おめでとうございます。ちょっと重いんでね、じゃあ下に置いときますか。はい、はい、そしてデザイナーのリー・ナンシーさんにはですね、ナンシーさんにはシャープのプラズマクラスターイオン発生器が贈られます。おめでとうございます。部屋をきれいにしましょうか、これでね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、竹内さん感想をどうぞ。いや、びっくりしてます。びっくりですか。いや、全部もうナンシーと今日ヘアをしてくれたフロートの皆さんあってこその賞なので。あ、もうね、これ言葉にならない感じですね。ナンシーさんどうですか。もう本当、皆さんありがとうございました。はい、本当ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ではね、締めましょうか、そろそろ。はい、時間も迫ってきました。はい、他の4ペアもありがとうございました。はい、それでは皆さん、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、来年もね、このステージでワセコレ開催すると思うので、ぜひ見に来てください。はい、ぜひお願いします、はい、この後もぜひ大熊講堂のこのステージのイベントをお楽しみください。はい、それではまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。